元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回はですね、前回に引き続きまして柔道家前田光代先生、その全国行脚、世界行脚の旅、こちらをお届けしたいと思います。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。さて、前回申し上げました前田光代先生でございます。この先生が富田先生と別れて、全米各地を行脚するというね、そんなお話をこれからさせていただきたいと思います。前回の復習なんですけれども、アメリカに行ってですね、講道館柔道を広めるにあたって富田先生と前田先生が共に海を渡っていくわけですよ。そして披露していくんですが、最後の最後に大きな落とし穴が待っておりました。午前試合、ルーズベルト大統領の前でですね、富田先生はフットボールの選手に敗れてしまったわけでございます。そしてその汚名を返上すべく、前田光代先生はそれから別行動を起こしまして、全米各地を渡り歩くということになるわけです。毎日のように一種格闘技戦を行いました。柔道対プロレス、柔道対ボクシング、そういった試合を毎日のようにこなしていったそうでございます。中には当時のプロレスの世界ヘビー級チャンピオンでございます、ジョー・スラッガーにも勝ったという、そういった噂も流れております。しかしながら、前田光代先生はある意味柔道の限界も知ることになるんですよ。いろんな人たちと対戦をいたしました。異種格闘技戦、毎日のようにするんですよ。ボクサーのパンチって速いじゃないですか。どうやって捕まえたらいいんだろうということで、条件を2つ出したんです。まず1つはジャケットを着させる、道着を着させるということです。そして2つ目、相手が参ったするまで戦い抜くということです。この2つを条件に挑戦を受けました。いつ何時誰の挑戦でも受けたんです。ボクサーのパンチを取れるかわからんと。でも道着さえ着させてしまえば、道着を掴むことができる、掴めば倒すことができるということなんですよ。これはですね、こう聞くと、いやそれ卑怯じゃないかと思う方いらっしゃるかもしれないんですが、そうではないんです。これやるかやられるかってことは標法なんですよ、標法ね。ですから自分有利の条件を相手にいかに飲ませるかということも、これ戦術なんです。実は戦術なんです。ヒクソン・グレイシーが400戦無敗と言いました。で、自分と同じぐらい体重を落とさせると条件にした。卑怯じゃないかと私も当時思っていたんですが、標法ということから考えると別に卑怯でも何でもない。で、武蔵小次郎の戦い見てください。勝つために時間をずらすんです。イライラさせるわけですよ。こういったのも一つ戦いの中にあるんです。頭を使うわけです。前田光代先生もそれを感じ取って、ジャケットを着させる、柔道着を着させる、道着を着させるということを条件にした。あとは相手が参ったするまでやり続ける、これを条件にして連戦連勝したんだそうですよ。ただしです、ここで問題が出てきました。ボクサーは倒せばなんとかなるんですが、レスリングの選手は起き上がってくるんですよ。受け身知ってますでしょ。当時の講道館柔道というのは、柔道の危険な部分、例えば当て身であるとかね、逆関節を、ね、決めるとか、そういったものはのけてますから、この状態で戦うと、叩きつけたとしても起き上がってくるんですって。要は一刀必殺ではない。これは困ったぞということで、やはり、講道館が封印してきた、ね、引き出しを開けざるを得ないという結論に達したわけですよ。当て身も必要であるぞということになったわけでございます。当時まだ空手が日本列島に来てない時代だったんで、もし来ていたら前田光代先生は当然空手も修練していたであろうと言われております。ですから、その以降の戦いにおいては、当て身、それも急所に当てる当て身、そして命に関わるような投げ方、頭から落とすとか首から落とすとか、こういったものを駆使しないとダメだと。要するに封印していたところの引き出しを開けたわけですよ、前田光代先生は。そうでなければ勝てないと、と起き上がってくると、レスリングの選手はと、受け身を知ってるからねということなんです。そしてそれを駆使してまた連戦連勝していくんですよ。そんな前田先生ですが、ついに富田先生との約束を破る時にやってまいりました。要するに賞金マッチには出るなと、プロレスの興行には出るなという、あの戒めを破るんです。ブッチャーボーイという当時、プロレスラーがおりました、非常に大きい選手、
この選手との戦いをプロレスのプロモーターが企画いたしまして、前田光代先生はリングに上がってしまったんです。でどうなったか、勝ちましたよ。前田光代先生はそのブッチャーボーイを見事打ち破ったんです。そこから賞金マッチにもどん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 出るようになったそうでございます。そうしますと前田光代先生の名前が全米各地に広まっていくんですね、うん、すごいのがいるぞと、柔道家に前田光代ってのがいる、強いんだと、となると身入りも良くなってくるじゃないですか。事務経営はあまりうまくいってなかったんですって。ですから賞金マッチで生活の糧にもしなきゃならないでしょ。やはり生きていくためには賞金マッチにも1回出れば2度3度お呼びがかかりまして、ボクサーであったりプロレスラーであったり、そういった試合をどん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 こなすようになっていくわけでございます。当然その噂は加納治五郎先生の耳にも入ってしまいました。けしからんと日本でおっしゃっていたそうですが、ある意味柔道を広めるという意味では大成功を収めてるんですよ。前田光代先生はアメリカに留まって大活躍をしていたんですけれども、柔道におきましても改良を加えていかなきゃならない。要するにですね、有名になればなるほど打倒を前田光代ということで各選手ボクサーもプロレスラーも考え始めるんですよ。慣れてくればあの戦術は使えないということになってしまいまして、また前田光代先生は柔道に改良を加えていくわけですよ。それでも勝っていくんです。これがすごいところですね。そしてそのうちにアメリカだけではなくてヨーロッパにもその噂が広まっていき、ヨーロッパに渡っていくことになるんですよ。イギリスのロンドンでしょ、ベルギーでしょ、スペインでしょ、こういったところにまたどん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 上がっていくんですよ。でも誰も勝てなくなってくる、誰も勝てないんですよ。そうすると挑戦者が現れなくなっちゃうのよ。挑戦者がさあ困ったぞということで、これは前田光代として戦うんではなくて別名を使うしかない、コンデコマという名前を使ってあたかも別人であるかのようにして賞金マッチにまた上がっていくんですよ。ヨーロッパ大陸を渡っていくわけですよ。こういう戦いをしてアメリカ大陸のみならずですよ、ヨーロッパにおきましても柔道をどん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 広めていっているわけですよ、前田光代さんは。でまあ最後の最後ですね、日本に帰ろうと思ったその最中、なんと第一次世界大戦が勃発いたしまして日本に帰ることができなかった。で最終的にはブラジルに飛んだんです。ブラジルで帰化をしたんです。そこでもう骨をうずめる覚悟だったんでしょうね。そんな時にですよ、前田光代先生はアマゾンの開発と日本人の移民に対する功績が評価されまして広大な土地を譲り受けたんです。その仲介に入ってくれた人というのがガストン・グレイシーという方なんですよ。この方政治家なんです。ガストン・グレイシーさんはエリオ・グレイシーさんのお父さんでございます。この方が間に入って、ここでグレイシー一族と前田光代の接点ができたんですよ。でこのガストン・グレイシーさんには2人の息子がおりました。長男カルロス・グレイシー、次男エリオ・グレイシー。長男のカルロスがとんでもないやんちゃ者、手がつけられないぐらいのやんちゃ、困ったぞということで、長男のこのやんちゃ坊主カルロス・グレイシーは前田光代さんから柔道柔術を習うことになるわけでございます。そして当然弟のエリオもそこに入って前田光代先生から柔道柔術を習うことになるわけです。そして数年経ちましたら、なんとあのやんちゃ坊主カルロス・グレイシーがグレイシー柔術アカデミーというのを作り上げたわけでございます。そしてそこからエリオ・グレイシーの息子でありますヒクソン・グレイシーであるとかホイス・グレイシーが誕生してくるんですよ。ですから前回ですね、私冒頭で前田光代さんがグレイシー柔術を作ったと言っても過言ではないってのはこういうことです。直接ね、グレイシー柔術を作ったわけではないんですけれども、前田光代先生の教えがカルロス・グレイシー、エリオ・グレイシーに伝わってグレイシー柔術アカデミーとなり、その息子でありますホイス・ヒクソン等々ができて日本に逆輸入されてきたということになるわけでございますよ。お分かりになりましたでしょうか。こういったことでですね、日本から発祥した柔道が、ね、アメリカサイドからヨーロッパを渡り、そしてね、南米のブラジルで腰を落ち着けましてですね、
そして最終的には日本にも逆輸入するということになったわけでございます。こういった世界行脚をした前田光代選手は、昭和16年、ね、64歳という若さでこの世を去るわけでございます。ちょっと早すぎましたよね。腎臓病だったそうでございます。そしてなんとそのやんちゃ坊主のカルロス・グレイシーは平成6年まで行きましてね、92年の生涯を終えたということになるわけです。その間50年間ぐらいあるじゃないですか、ね、これも何かの因果かもしれませんね、うん、その教えを前田光代先生からの教えをしっかりと守って、そしてグレイシー柔術として日本に逆輸入し、高田信彦との一戦があったり、今の総合格闘技の礎を作ったということになるわけです。ですから今 UFC はじめ日本ではライジン等々が総合格闘技として流星を極めておりますけれども、天国ではこの模様を前田光代さんがニコニコしながら見ているんじゃないかな、そんな気がしてならないわけでございます。ということで、前回そして今回と2回にわたりまして、日本が誇る柔道家前田光代先生についてご紹介をさせていただきました。このあたりでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカぞ